おはようございます。ただいま6時半前です。今日は朝からバタバタしてます。外はまだ真っ暗、そして恐ろしく寒い。あの人短パンなんだけどいいのかな。ブローザ、今日はなんで早く行ってる予定だったんですか？景色を見るためです。そうなんです。日の出とともに表情の変わる景色を見ながらドライブがしたいということなので、夜明けを目指してグランドティートンという国立公園に向かいます。眠い、寒い、やばい。以上です。ポットに着きました。激しく寒いんだけど、なんで半短パンなのかが知りたい。また寒くてなんかちょっとガタガタしてる、震えてます。ここはね、日の出とともにこう朝日が山肌に当たって表情が変わっていくんだけど、それがこの水面に当たってなんていうの、反射してとっても綺麗になっていくっていうスポットらしいですよ。ワイオミング州が公式にこう美しい場所ですみたいなのを発表してるらしいよ。どんどんね、赤くなってきますね。綺麗だね。すごいよ。引くとこんな感じで。水が綺麗なんだろうね。うん、綺麗です。なんか朝からこんな景色見ると気持ちいいですね。空気もとっても綺麗だし、透き通ってる。ちょっと雲があるけど、秋の雲なので美しいです。もうだいぶ明るくなってきた。さっきと色が全然違うね。第2のポイントはここになります。多分このこれスネークリバーって言うんだけど、この川のぐねってる感じとこの山の風景が美しいんでしょうね。日が陰ってるように見えるけどいいですね。別の山をね、今度川越しで見に来ましたよ。これですね、綺麗ね。これが入り口の前にあるやつなんだけど、旦那これを昨日、一昨日か、昨日か気づかなかったって言ってて、これ撮りたかったんだって、写真に。ここはビジターセンターですね。昨日から一回も来てないから来てみました。パーク内には5箇所あるそうです。今ビジターセンターでトイレに寄ったんですけど、トイレのクオリティが良くて、ちょっとやっぱどこもそのこのぐらいないと困るねっていう話を旦那としました。日本の人ってやっぱりトイレすごく綺麗な文化の人たちだから、こうアメリカに限らずかもしれないんですけど、ナショナルパークの箇所箇所にあるトイレがものすごい汚くって、多分入れない人も多いと思う。私も入れないけど、もう我慢できないし、そこで入っとかないと次どこにトイレがあるかわからないからとりあえず入るんだけど、便座も高くって私には座れないのね。座ると足が浮いちゃうぐらいの便座なんだけど、その便座すら座れないぐらい汚いから、やっぱねトイレ事情は結構厳しいかなと思いますね。やっぱねトイレ大事ね、綺麗に使うって、てかもう綺麗に保つっていうの、掃除の人偉い、すごいなと思う。だからこの子は何じゃあ。うわー、すげーモンモムしてる。かわいいね。マットボルケーノエリアというところに着きまして、歩くんですけど、ものすごい箱根の大涌谷みたいな匂いします。臭いね。ブクブクしてね、
こっちに波が寄せてる。なんかこんな感じですね。泥なんだね。すごいわさわさ言ってるけど、とにかく臭い。すごい香りですね。ここの水はちょっと澄んでるね。匂いもしない。さっきのなんかブクブクしてたのは170度ぐらい上がってるらしいです。ここも湧いてますね。湧いてるっていうかガスが出てるんだって。だから臭いんだよね。でもなんか泥って感じじゃないよね。サラッとしてるよね。なんかとりあえず見えないんだけど、すごい音がしてるし、すごく温泉卵の匂いがします。またなんかブクブクしてるとこ来ましたけど、やっぱりブクブクしててもさ、水が綺麗な方が美しいね。ずっとブクブクポイントをさ、この人探してるけどさ、今日はなんか全然感動してないもん。汚ねとか言ってるし、くせえ汚ねしか言わないの。でも旦那が滝のふもとに行きたいって言うから、これから滝のふもとまで歩きます。この人はなぜか知らないけど滝を見たがる。何なんだろうね。マイナスイオンです。よくわかんない。虹が出てる。綺麗。時間もうちょっと早くないと出てないって終わってたんだけど、出てます。よかったです。ここがビューポイントです。一番下まで来たのはここらしい。こっち側に虹が見えてて、だからさっきの場所の方が虹は綺麗だったね。こんな感じです。無事に上まで戻ってきましたが、私ずいぶん気分が悪くなりまして、寝不足に食事をほとんど取らないということで、ちょっと貧血気味になりました。ですが、うちの旦那はいつの間にかいなくなっていました。全然人のことを気遣ってくれない人です。そして私がへばってたところを写真撮ったようです。悪い人間です。マイペースです。なので今ちょっとね、ホテルでもらったバナナ食べてね、シリアルバーを食べました。これが上の滝らしいです。これが上流ですね。上から降りてきてて、でここがアッパーの滝のちょうど始まるところです。滝がこんな感じで下にドボンって来てて、さっきあそこ、あっち、あっちの展望台で見てて、これを怖いよ。落ちそう。落ちたらやだ。あっち流れてくんだね。今度はローアーの滝の上に来ました。わかるかな。あそこ人がめっちゃ上り下りしてるところがあるんだけど、あそこね、ここ、これを私たちはさっき上り下りしたんです。で、気持ち悪くなっちゃったってか、貧血になった。これが滝に落ちていく感じで、あ、虹が見えてるね。虹が見えてて、この先の川がとっても綺麗。この削られて続いてる感じ、美しいですね。まだ虹見えてる、だいぶね。とりあえずストアでなんか軽食を買うか、まあなんかなかったらレストランに行ってもいいかなと思ってて、でお土産物に入れたりしようと思います。
ってきたね。目おかしいの？なのでサラダとサンドイッチを半分こします。これはクランベリーチキンのサラダと、プラスチックサラダ、野菜は夜食べようかと思ってクーラーボックスに入れよう。あとこれがなんだっけ、スピナッチとキノアか。でこれ何か、私なんか買った、サウスウェストか。 OK、 食べましょう。あと私 T シャツ買ってもらったんだ、クリアランスになってた安い T シャツなんだけど、9ドルでキッズのこのライフイズグッドっていうやつ、暑いから今買ってもらった。こかわいしょ、肩にハートついてて。よし、着替えて食べます。ここはよくわからないところに来ました。実は旦那は昨日見たあの虹色に輝くお池の裏山に登って、上からあのお池を見たかったんですけど、道が封鎖されていて登れなかったので次のポイントに泊まりました。ここは見るつもりも何の下調べも何だかもわからないで見に来てます。この人怒ってます。でもよくわからずに見に来たけど綺麗だった、とっても綺麗ね。えこんな綺麗見えなかったよね昨日。うなずとりますよ、ショックを受けてるおじさん。急に出てきてびっくりしたんだけど、ほら終わった。ボコボコボコゾーンに来たよ。ボコボコ見れてよかったじゃん。ボコボコじゃない、ボコボコより見たいものがありました。オールドフェイスフルに来ました。次がねもうそろそろでね爆発するのだから、みんな待ってるんだよ。いいところで見れるといいね。ここにです。あと10分、20分もしないぐらいかな。でドーンって来ますよ。始まりました。すごい高いよ。ちょっと開けてみますと、こんな感じ。すごいね。力があるってことでしょ、あそこまで吹き上げる。シュンシュンするんだね。こんな感じ。低くなったり高くなったりするんだね。Yes, I think you're right. Great job.どんどん高さが低くなってくね。でまた上がる。こうやって 3.5 倍ぐらい。行こうとした道がクローズドだったんですけど、この人本当に運がないと思う私。ね、感想は？あ、ボリンボーの顔なんだってあれ。とっても綺麗なんだけど、カメラわかるかな？あ、なんか、いいですね。あ、出てる。あ、綺麗。こんな感じのところをずーっとずーっとずーっとあれ。まあいいや、歩くのは好きだからね。なんかもしゃもしゃ出てる。
綺麗。ここが目的地です。なんか一番じゃないんだけど、すっごい深くて綺麗にグラデーションが効いてるから、手ので見に行きたかったらしいよ。で、ここが一番奥みたい。うん、気持ち楽しかった。このなんか道のりはいろんなのがあって、いろんな見どころがありましたね。満喫してます。満足のようですね。今日はいろいろ複雑だったので、これはとても満足げだそうです。なんかがまた1時間半後ぐらいなので怒ってます。こっから見ても素敵だね、やっぱりね。いいですね。ホテルに着きました。もう9時です。眠たい。今日も一日お疲れ様でした。うん、よかったね、帰ってこれて。うん、行きたいとこ一つも行かれなかったから。履いてますね。昨日パンツで恥ずかしかったんだって。今日の晩ご飯は何ですか？ぺちゃんです。はい、一平ちゃんです。昨日はソースだったけど、今日は塩味になります。それと、朝もらったヨーグルトに、あとお昼に買ったスティック野菜が残っているので、これを食べようと思います。旅の醍醐味は食事なんですけど、それは日本においてのことかな。こういった自然のね、国立公園とかに来たらね、なかなか食べるものはね、難しいよね。で、街中のものとか行っても結構、やっぱ観光って感じの場所になっちゃうからね、食事どころがね。はい。ということで、持ってきたものをずっと食べてます。ということで、今日も一日とっても楽しかったです。朝からね、朝が早かったからすごい長く感じたんだけど、10時になってます。で、どうしても旦那が行きたかったところがいくつかあったんだけど、封鎖されてたりとか行かれなかったりとかがね、あってね、それね、ちょっと残念だったんですけど、まあまたね、まあ次はいつになるかわかんないけど、来るね、目的というか理由ができたね、もし次来たいと思った時にね。なので、で、すっごい広いけど、うちら4泊5日で来てて、中2日が丸々で3日目はちょっとって感じだから、もう全然回りきれないのね。そうなので、また来ても本当にいいかなと思ってますね。今ちなみに彼はセロリをもしゃもしゃ食っております。で、明日は今日に比べたら比較的朝はゆっくりめなんですけれども、やっぱりとっても疲れているので、すごく歩いたね今日ね、ほんと歩いたね。なので早めにお風呂に入って体を休めたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。あ、出てきた、珍しい。